エミリンチャンネル、さあ始まるよちゃん。はい、おはようございます。エミリン後藤まさみです。改めていろいろと皆様ご迷惑ご心配をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。本日より動画復帰させていただきます。はい、というわけで早速なんですけれども、とりあえずね、動画撮影を復帰するにあたって一番最初にしなくちゃいけないなっていうことがあるので、今日はまずそれをしようと思います。お掃除します。いや、今この画角だけ見てたら別にそんなに散らかってないのではと、もしかしたら優しい皆様大思いになるかもしれないんですけれども、結構実際は本当にかなりお散らかりになっているというか、私2021年一度もまだゴミを捨てていないっていうまず状況があって、1ヶ月ぐらい家放置しちゃったんですよね、いろいろと。まずこの画角で見てもらったら一番わかりやすいと思うんですけど、あ、こんな感じですね、今お家。すごい。こんにちは。とりあえずね、先にちょっと現状をパーッと見させていただきましょうか。とりあえずこの机ね、もうごちゃごちゃですよ。服も置いてあるんですけど、黒いニットのさ、ほこりがすごない？こんなほこるかね。この辺の服、ちょっと着ただけだから、まだ洗濯するまでじゃないよねっていうゾーンなんですよ、多分これ。でも、かといって毎日同じ服着たくないよねっていうので、変えちゃった結果、4枚重なってすごい美味しそうなサンドイッチみたいな感じになっちゃってるっていう状況なので、畳んであげようと思います。ほんと自分の行動がたまに謎なんですけど、なんでここに歯磨き粉があるんだろう。歯磨き粉と歯間ブラシがここにあるってことは、ここで、なんか歯磨いたのかな。あとこれあれね、めちゃくちゃ食べたくて深夜にポテチ買ったけど、いや今食べるの絶対良くないと思って我慢したコンビニ限定コンソメダブルパンチのポテトチップスですね。このポテチめちゃくちゃ美味しくないですか。私このコンビニ限定のこのコンソメダブルパンチのポテチが好きすぎてずっと誘惑されてるって感じです。この辺ちょっと後で片付けていきましょう。キッチンですね。もう嫌だ、本当に嫌だ。27歳の女の終わりだよこれ、本当にもう。はい、続きまして洗面所行ってみたいと思います。洗面所もね、もう映したくない、もう映したくないってぐらい結構見ないふりしたいぐらい結構乱れているので紹介するのは申し訳ないんですけど、でもちょっとこれが私の1ヶ月間家の掃除をサボった末路なので、しかと皆様にお届けしたいと思います。状況をパッと見て分析した結果分かったんですけど、なんか多分私の中の思考回路でこの袋を今日からゴミ箱にしようって多分決めたんですよね。ちょっと汚いなぁ、ちょっとやばいな。あ、でこれは大量のカラコンですね。いろんなカラコン試すのにハマってて、いろんなカラコンをいろいろ試してみてます。なんかいいのあったら紹介するね。洗面所こんな感じです。はい、というわけで続きまして寝室に行こうと思います。寝室は私が家にいるときは基本的に寝室にいると言っても過言ではないぐらい、もういつもいる場所なので生活感がありますよね。この辺ちょっと見えてるだけでも結構汚いのがわかると思うんですけど、失礼いたします。はい、あ、こんにちは。こちら私の寝室となっております。すごいあれですよね。生活感ありますよね。めちゃくちゃ生活感ありますよね。なんかもうこの部屋見てもらったら、大体私の生活がわかるのではと言っても過言ではないぐらい生活感があるんですけれども。最近すごい頭皮が硬くてヘッドスパしてます。ヘッドスパする機械みたいなやつで。すごいよこれ。めっちゃヘッドスパしてくれるの。以前に案件でさせてもらったやつなんだけど、活用してます。はい、というわけで大掃除スタートです。やりいこう。はい、というわけで洗濯物系をまず畳んでいくところから始めたいと思います。よろしくお願いいたします。服はね、畳めばいいので頑張って綺麗に畳もうという感じです。このパンツ可愛くない？エドナのパンツです。今着てる服もエドナの新作です。可愛くない？最近本当にね、めちゃくちゃいろんなアニメを見てる。やっぱアニメってすごい、日本が誇るべき文化だと思う。マジで呪術廻戦見たし、五等分の花嫁面白かった。今やったらホリミアもすごいいいんですよね。ビースターズがと進撃の巨人今推してる。ビースターズってさ、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、結構有名な漫画アニメなんだけど、動物たちの話ない？動物たちの話だから、まあ、主人公が狼のレゴシ君っていう男の子で、容姿とかも完全に狼なのね。もう完全なる狼なんだけど、だんだんと今私レゴシ君かっこいいって思い出してきて、今すごいね不思議な気持ちになってる。顔とかめちゃくちゃ狼なのに男として見てるというか、あ、レゴシ君と付き合ったら絶対幸せになれるんだろうなみたいな、レゴシ君みたいな人会いたい。曲もくない？ビースターズの夜遊びさんってやっぱすごいよね。姉が未来に何度でもずっとタタタタンタタ、この間違いだタタ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 タ、君に笑ってほしいんだよ。あ、何も傷つけない、強く強くなりたいんだよ、僕が僕でいられるようにみたいな。なんかすごい音取れないのマジで超むずい。歌いたいなと思って今なんか地味に練習してる。畳み終わった。キッチン行くか。はい、というわけでキッチンやっていきます。
あ、でもありがたいことにうちのマンション24時間一度もゴミが出せるシステムのマンションで、それがせめてもの救いって感じはします。分別大変な地域とか住んだことあるけど大変よね結構。いやマジでこれがやばい、これ本当触りたくないもん。ああ。冬だからさギリ虫出ないと思うけど、これ夏だったらやばかった気がする。こんなんもうほんと嫌だ。とても中見せるためじゃないけど嫌だよ。もうよかったわ。ほんでタリーズのミルクティーめちゃくちゃ美味しい。外とかはもう仕事ある人から出てたのでそれなりに外出たりとかもしてたんですけど、今 YouTube の撮影をちょっとお休みさせてもらったからかなりゆっくりさせていただいた1月だったなと個人的に思っております。洗い物していこう。謎の斜め画角で、私さ今までさ全然自炊とかさしないって言ったけど、なんかこの休止期間中ちょっとだけ自炊もしたのね。なんか自炊をしてみて改めて思ったんだけど、普通に家で作るご飯って美味しいね。ウーバーにはない家庭料理、あーもうやだー、ウーバーにはない家庭料理ならではの美味しさみたいなものを感じて、たまになんか料理も悪くないなと思って時々するようにしたんだけど、洗い物すごいやりたくないよね。あと当たり前のこと言う自覚はあるんだけどさ、改めて思うんだけどさ、冬ってさ寒いよね。あ、そうだ、全然関係ない報告一つしていい。何が原因か分かんないんだけど目が一重になったの。ほら一重にはなってないんだけど線が消えかかってるの、二重の線が。だからじゃあバチ当たったんだと思う。今回その炎上しちゃった件についてはもう完全に私の日頃の行いが悪かったし浮き足立ってたというか、それが良くなかったんだろうなっていうのはすごい自分の中でめちゃくちゃ反省したので、まあ、今後本当見ていただいてる皆さんに、あ、本当にちゃんとエミリン変わろうとしてるんだな、変わる努力をしてるなって思ってもらえるように頑張ろうと本当に思っています。いつも応援してくださってる皆様ありがとうございます。でも本当に改めてすごい応援してくださってる方のありがたみを感じました。1ヶ月ぐらい休ませてもらってたけど、その間もずっと動画待ってますってメッセージくれたりとか励ましてくれたり応援してくれたり、まあ叱っていただいたり、当たり前だけどファンの方あっての YouTuber だし、 YouTuber って言ってる以上 YouTube が仕事だから YouTube がなくなったら今の私にはもう何もないわけですよっていう中で、ファンの方の大切さをなんか結構マジで痛感したな1ヶ月間でした。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。ディフューザーであとは流します。これでキッチンは大丈夫。よし寝室行きます。とりあえずペットボトルを全部捨てていく。とりあえずペットボトルを早く捨てる。でも最近なんか掃除するときはやっぱ楽しくしたいから、ディズニープリンセスの曲を歌いながら掃除するっていうのがいいってことに気づいた。今日もいつもと同じ朝起きて掃除をした後モップをかけて床を磨く、出たくして仕事は終わり。ラプンツェルが暴力的。ペットボトルの群衆は解除することに成功しました。缶は分けた方がいいよな。缶は缶でチームレッドブルとして一旦チームしていこう。レッドブルってさシンプルにさ美味しいよね。味眠いからレッドブルとかモンスター飲むって人多いけど、私それエナジードリンクの味としてすごいエナジードリンク好きだから好んでエナジードリンク飲んでる感ある私。はいちょっとシャッシュ、ちょっとこっちのゾーンもやっていく。てか洗濯を回さないとちょっとあれなので一旦洗濯を回そう。ゆっくりゆっくり やりすぎて実は今日この後お仕事なんですけど、お仕事の時間が迫ってきました。今日で完結させることができないかもしれない。ごめんなさい、完結編まで今日いかないかもしれない。毎日こまめに洗濯機一回回してちょっとずつちょっとずつ畳めば楽なのに、それをしなかったんだよね。日々の積み重ねですよ本当に。日々の積み重ねを怠るとこういう部屋になっちゃうから、みんなもう教訓として覚えておいて。ちょっとお水飲みたい。はぁ、最近ようやく水を2リットル飲むことが普通になってきた。前までは結構しんどかったけど毎日2リットル飲む方がいいって言われてるから意識的に2リットル飲もうとしてたんだけど、最近慣れてきて普通に水2リットル飲む量になってきたから嬉しい。
なんかさ、こういうさ、いただくさ、試供品とかってさ、もったいないからさ、とりあえず取っといて、旅行とかの時に使おうと思ってとりあえず取っとくんだけど、いざなんか旅行とかの時にそれを持っていくかって言ったら意外と持っていかなくって、使う機会なくて結局使わずにこう放置されてるみたいな時ってあるよね。私めっちゃそれしちゃうんだけど、みんな試供品どのタイミングで使ってる？結局楽しみだった試供品を使えないっていう現象に過去何度もなったことがある。この後も大掃除するんですけど、一旦お仕事に行く時間になったのでお仕事行ってきます。次動画を撮る時にはきっと部屋が綺麗に片付いているはずなので、皆様どうぞお楽しみにしておいてください。そして今日から改めて YouTube 一生懸命頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。